バトルロイヤルゲームって流行ってるじゃないですか。そんでまあバトルロイヤルのゲームやったことあるなら、太陽系でバトルロイヤルしたら誰がドンカツ取るのかなって思ったことあると思うんですよ。なので今回はこのユニバースサンドボックス2で太陽系でバトルロイヤルをさせて、誰が最終的に勝利するのかを検証していきたいと思います。まずは水星対金星ですね。さあ水星対金星。あーやっぱり。どう考えても質量が高い方が勝つ。いやでも跡形もなくなっちゃいましたね、両方とも。そっか、水星と金星が戦うと勝者はいない。なるほど、勉強になりますね。いつか水星と金星がぶつかった時役に立ちますね、この知識は。次は地球対火星。さあ地球と火星は果たしてどちらが強いのでしょうか。地球の方がね、質量があるんで、まあ普通に考えて地球だと思いますけど、案外火星もやるかもしれません。さあどうなる。お、地球の表面を一部削るだけの、ちょっと外しましたね、火星。ちなみにぶつかった地球はどうなったかというと、表面温度が811度に上がって、自転速度がちょっと上がりましたね。さあ、我らが地球は、半分がマグマのようになってしまって、もう半分は、9割型干からびてしまいましたね。日本はどこにあるんでしょうかね。もう地軸が傾いちゃって、これがどこなのかわからない。オーストラリアの地図も買ってこないとな。これ北米っぽいな。ってことは、日本はここら辺ですかね。ああ、かわいそうに。日本人、みんなマグマになってしまいました。この地球をどうやってもう一回火星にぶつけるのかな？あれ？あれ？なんか、変なスライダーいじったかな？地球がゴミになってしまった。ちょっと、仕切り直すか。果たしてどちらが生き残るのでしょうか。この前発見した一人称モードで火星が落ちてくる瞬間を見てみましょうか。今だいたいこれニューヨークかな？に立っています。さあ、ニューヨークあたりから見た火星が落ちてくる瞬間。さあ、火星が落ちてきました。あー、潰される。一人称で見てもわけわかんないですね。火星がないってことは、地球の勝ちってことでいいのかな？地球対火星。勝者。地球。でも、海干上がっちゃいましたね。さあ、次は、おそらく太陽系最強の惑星、木星をぶつけてみましょうか。さあ、さすがにこれは勝ち目がないか？ああ、我々の地球が、木星のシミの一つになってしまった。いや、っていうか思うんだけど、これぶつけてったら、どう考えても木星が勝つよね。さあ、木星対土星。どちらが生き残るのでしょうか。まあ、やっぱ質量高い方だよね。ぶっちゃけこの企画思いついた瞬間に気づいたけど、太陽系でバトルロイヤルしたら、木星が勝つ。太陽も含めていいなら、太陽が勝つよね。普通に考えて。天王星、冥王星。おっと、これ天王星と冥王星が、2方向から攻め立てる。さすがの1対2では木星もきついか？全然そんなことないわ。やはり、宇宙で最終的に物を言うのは、質量というわけですね。そういうわけで、太陽系でバトルロワイヤルをしたとき、ドンカツを取るのは木星ということがわかりました。もし今後、太陽系でバトルロワイヤルをすることがあったら、覚えておきたいですね。でもやっぱり私地球の人間なんで、ちょっと地球に勝ってもらいたいですよね。ズルしても。さあ、50個近くの地球が一斉に木星を襲う。あ、地球がどんどん燃えていく。これだけの数の地球でかかれば、一つくらいは木星を倒せるかもしれません。さあ、今こそ地球、すべての宇宙の地球は力を合わして、打倒木星のために立ち上がるんだ。あ、でもなんか結構外れてんな。木星を倒すため、どんどん木星に特攻していく地球たち。あ、さすがの木星もなんか光り始めた。聞いてるのか？木星の質量がなんかすごい不安定になってる。聞いてるな、この地球万歳アタック。様々な平行世界の地球たちが、木星にアタックを仕掛けることにより、
木星の質量を少しずつ減らしていきます。さすがの連続攻撃を食らっては木星もたまらずその破片を宇宙空間に漏らしてしまっています。そして木星の質量が地球の質量を下回ったその時、地球の勝利が確定するのです。頑張れ地球、僕らの地球、木星を木星をぶっ壊せ。あ、ダメだ、なんか木星が地球の質量を食べ始めた。ダメだ、数をぶつければいいってもんでもないのかな。地球を何個ぶつけてもやはり木星を倒すことはできませんでした。やはり太陽系最強の惑星っていうのは木星みたいですね。この星には地球がなんだこれあ、ついに地球を何百個もぶつけた結果、ついに地球が勝利を収めました。やりましたね、地球のみんな。頑張れば太陽系最強の木星も倒せるんだ。人間の団結は大したことなくても、星の団結はね、大したことあるってことが証明されましたね、科学的に。さっきの太陽系バトルロイヤルには太陽が含まれてなかったんですよね。太陽 VS 木星、果たして太陽と木星が戦った時どちらが勝つのでしょうか。こうやって並べてみると木星って塵みたいな大きさですね。これは叶わんわ。はは、なんだ太陽がちょっと青くなりましたけど、なんていうか叶うわけないですよね、普通に考えて。木星軍団なら太陽に叶うか。あ、なんかかつて敵だった木星が太陽を倒すのって少年ジャンプの漫画みたいだねって言おうと思ったら、木星3発くらいで太陽がくたばってしまいました。大したことないですね、太陽も。地球の上からでかそうな顔してるけど、木星3つくらいぶつければこうやってなくなっちゃうんですね。ただ心残りなのは、やっぱり木星と地球が戦った時に地球を何匹も出す必要があった点ですよね。やっぱり地球と木星で1対1で勝てるようにならないと、太陽系バトルロイヤルを制したとは言えないじゃないですか。地球の質量を木星よりも上げて、それでぶつけましょうか。地球の質量100倍、お、地球の質量100倍にしたことで木星と惹かれ始めましたね。地球の質量さらに2倍、さらに2倍、さあ木星よりもさらに質量が強くなった地球が出来上がりました。この2つがぶつかり合えば今なら勝てるんじゃないでしょうか。はあ、地球の質量が木星よりも強くなった代わりに表面温度が200度になってますね、これ。太陽系バトルロイヤルで木星に勝つことを選ぶか、人類絶滅して表面温度200度にするかっていう究極の選択ですね、これは。木星はなんでかわかんないんですけど、地球の方が質量高くなったら赤く染まり始めましたね。戦いに備えてパンプアップしてんですかね、木星も。さあ、ぶつけてみましょうか。さあ、地球対木星、強いのはどちらか。あ、あああんなに頑張って地球強化したのに、地球が跡形もなく消し飛んでしまいました。木星の質量が2倍になってるんで、あれですね、地球を吸収した感じですね。なんてこったい。木星の 1.36 倍くらいだと勝てないことが分かったので、木星の 2.75 倍でやっていきましょうか。あ、え、木星って強いね。さ、木星の6倍の質量にしました。さすがにね、これで勝てなかったらもうダメですよ、地球は。木星の6倍の質量の地球と木星の1倍の質量の木星がぶつかった時、果たして勝つのは。はい、地球の勝ち。ざまあ見ろ木星、なんか地球ちょっとおかしいな見た目。これ、あ、表面温度も2700度あるし、ちょっと木星に1対1で勝つことはできたものの、その代償はあまりにも大きかった。表面温度が2800度を超えたおかげで、おそらく地球人は全て消滅したし、なんかなんでかわかんないけど、ガス系の惑星になってしまいました。まあそれでもね、太陽系バトルロイヤルには勝てたんで、いいと思います。地球としては、まあ、満足でしょう。なんか時間進めたら地球が、めっちゃ赤くなり始めた。こうして、太陽系バトルロイヤルを制した地球は、新たな太陽として太陽系に君臨したのであった。おしまい。